パンダがそうなってきたら信用できひんわ。おるね、確定でおるね、これ多分もう中国や、めっちゃ中華だ。うおー、マジか。誰か食ってんな、これ。どこ？え、展望台？マヤまで来たんや。中華ってパンダか。パンダの自動販売機ある。パンダやろ、ここ絶対動物園。パンダ言うかな、王子動物園とか分からへん。王子動物園ずっとちょっと走ってるっていうので行ったら走るぞ。絶対間に合わんもん。ってことはもう1時間かけて王子動物園まで行くしかない。やったら、もしそのパンダの人が入ってて中に、いやもうこれパンダが分からん限りもう一生無理な気がしてる。地図地図地図送ってきてる可能性ないよな。ちょっとそろそろあれ使いますか、逆にアメリカを。もう30分経過したんで、今これ送ったら、そうそう、リチャ君がパンダってきたらもうリチャ君確実に来るしっていう、このリチャ君が確実に返せるという、アメリカを発動します。送りました。既読つきました。なんと来るか、リチャードが。パンダ、パンダ来た。え、この辺おんの。あ、アメリカの国旗送られました。で、パンダが来ました。あ、パンダの人おるわ。あ、ちょっと待って、リチャが答えたってことかな。じゃあアメリカの国旗の次でリチャが答えるってルールしたから、俺らリチャがおるんかも。ちょっと待って、動物園どっちやっけ。あ、アメリカ送ってきてる。アメリカ国旗送ってきてる。そしてパンダ。おい、アメリカの国旗送ってきてるのにその後にパンダ送ってるやつおるから、俺がパンダ送ったみたいになってる。やってるわ。アメリカのスタンプが来た。ないよな、アメリカは。さすがに。あ、パンダ、絶対パンダのやん。もう行くか、パンダ。うん、パンダ行く、決めた。もう俺は何があっても揺るがない。俺は絶対にパンダを 見に行く。みんなが王子動物園目指してると信じて、まだそこにはいないけど、俺も王子動物園目指しますっていう意味を込めたパンダを募集します。あ、ややこしいことしまった。ちょっと待って、俺がパンダ送信した瞬間に、俺が送る一個前にアメリカの国旗送ってきて来たらリチャードが返事するみたいな謎のルールがあったから、リチャ君がパンダ送ったみたいになってしまった。ラーメンをこれラーメンにしました。でも元町駅が近いってことはめっちゃ駅近いんですよね、多分。ラーメン送ってきましたね、誰か。食ってんな、これラーメン。いや、飯食いたい。でもあと90分やで。これちょっととりあえず一旦パンダ食います。これはね、お、今日パンダだけ。今日も分からへん。でもこのタイミングで腹減ったなって、飯食おうってなってんので、ラーメン送ってきてるでしょ。50枚やと思う。はい、来た。価値格や、価値格やとか使ってもた。日常で価値が来ました。今ラーメンの絵文字が来ました。ラーメン、もう中国や、めっちゃ中華街。ラーメンや、誰かラーメン食ってんな、これ。中華街中華街の方が近いよな。そういうこと。え、ちょっとパンダがそうなってきたら信用できひんわ。中華をパンダで表現しだしたら、え、ちょっと中華街経由の動物園やな、これは。南京町か。そう、
ブーツ履いてきたのミスった。あんなつもりじゃなかった俺、スニーカー履いてきてよかった。お近い近い近い、 500m やん、近いよ、合ってた、よかった、 500m やで。いやパンダがおるんすよ、王子公園、王子動物園。あ、またパンダ送られてきたわ。あ、おるね、確定でおるね、これ多分ついてるわ。こっちホームになってた、よかった。なんか送れるけど何送っていいか分からんすね。パンダなのかな、中国っぽいっていうので一回ドラゴン送りましょうか。はい、ちょっとドラゴン送りました。なんかやっぱそのあんまなんか全部言い過ぎて合流しても、それはもう中毒のね、国境食った一発ですけど、そんなちゃいますよこのゲーム。それも別に絵文字の必要性がないから、うん、ちょっと外で待ちますか、ほなね、はい、うわ絶対あっこ南京町めっちゃ人ごった返してない、明らかに人くえげつな多いとこあんねんけど、あっこ入ってと、おへちょっと聞いていいですか、たまたま出会ったヘアメイクさんです。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。神戸でパンダって何かわかります？神戸でパンダ、パンダの絵文字だけが来て、パンダ、パンダ、パンダ。でもそこ行ったらさ、南京町の、あ、南京町のあっこパンダおる、いるかも。なるほど、ありがとうございます。で、しかも俺もう確信に変わってしまった。もう、どうも、ちょっと一個だけ質問していいですか。龍、た、たつ龍だったらそこですか、やっぱり中華街。おー、なるほど、なるほど。じゃあちょっと近づいてるかもしれない。ありがとうございます、ありがとうございます。いや、これもうほぼ確信なのでは、っていうかもう合流できちゃう気にしてるけど大丈夫、取れ高的に。あ、南京町来た。でもここにいてないってことはもうラーメンちゃうよね。か、このおー、ちょっと待ってよ、龍のマークが来た。龍の、龍って中華じゃない、南京町じゃない。うおー、マジか。でも動物園から来てあそこ目指せたらここ通りますよ。あかん、こんな考えだときりないわ。あかん、こんな考えだときりないわ。はっ、はっ、お、えぇ、ー、お、えぇ、ー、お、えぇ、ー、さすがわっさけんちゃん、え、大荒れやな。お前なんでコーヒーショップが出てくるんですか。なになになに、感動より、えお前何感動やろ、びっくりした、びっくりした。うわ、まさかどこ島が出会った、えやっば、え、まさかどこ島が出会った、まさかどこ島が出会ってる、え、ここで出会ってたら絶対わかるもんな、ここじゃないってこと、まさかと小島が出会った。え？え？まさかと小島出会った。いや、俺のとこ予想出てたからリチャやねん。こっちにおるんが、あっちにおるんがまさかと小島な気してるから。龍？龍。え、なんでなんでなんで？絶対南京町やん、うん、あ、ラーメンも、ラーメンおるじゃない。あ、違うんや。そう、でも最初にパンダ送ったもん俺。え？動物園、ちょっと、おい、パンダ、なるほどな。
連想させるものとして、まあ、パンダも連想もできるしっていうので、そうです、パンダ送って。ちょっと危険やで。あ、ほんま？俺動物園目指しとってん。そうなんや、やっぱあるんすかね、神戸に。え、なんかね、インタビューしたお父さんが。インタビューした。あ、そうそう、あのパンダやってるなところがあるよって。ロケしてるわ。ロケするよ、そら。お前コーヒー飲んでる場合ちゃうぞ、ほんま。ミルクレープも食べた。ミルクレープも食うか。いただきました、はい、昼寝、朝ごはんや。朝ごはんしました。いい朝ごはん食べてる。モーニングしました。ってことですよね、合流したから。じゃあコーヒーとケーキ。ああ、そうや、コーヒーとケーキ送ろうか。俺のセットね。ミルク、俺のモーニングセット、今日の。発達な。確かにね、すれ違ってたかもって考えたらもう奇跡やね。いや、結構奇跡やな。なんか多分簡単に見えるかもしれんけど、ほんまにちゃんと引き合わされたよな、絵文字で。いや、そう。だから予想通りじゃん。小島が王子動物園にいて、うん、パンダの絵文字をずっと送信し続けて、でも坂戸くんがそれに気づいて王子動物園で合流したと睨んでる。あ、もう鬱陶しい、めっちゃ鬱陶しい。え？コーヒーとケーキ送ってきた。合流して、もうそんないらんって。ヒントくれや、マジで。ちゃんと、もう豚だけを送り続けてこの辺出ますか。もう行動しようなくなっちゃってる。なんかもう絶対ここやと思ったから、これ。南京町じゃないん？あの竜送ってきたやつ誰？じゃあ竜どこ？南京町以外で竜おる？マジ分からへん。ルーグループですよね。あ、そうです。頑張ってください。ありがとうございます。え、おら？あ、これでさっき言ったらこれのことですよ。そう、豚来たわ。え、豚の用事来た。多分中やと思うわ、やっぱり。え、中豚おるの？どうせ豚おる？ミートもあると思う。パンダも来た。え、このパンダ送ろう。ね、俺が38分に3分前にパンダ送ったすぐあと39分にパンダもう1個来てるから、うん、確かにな。まさかど小島が王子動物園で合流できたとして、それ以外に俺ともう一人パンダを目指してる人がいる。だから、まあ、もし王子動物園で正門小島が合流しなかったとしても、誰かとは合流できる。もしやで、一人入ってたらさ、あーってなれへん。ああ、でも今日めっちゃパンダいる。あそこにも、ここにもパンダおらんって。いや、パンダやな。パンダから進まん。お、おー、最初モンサイのパン。おー、一緒の人です。おー、おー、なんでなんで？え、なんか、え、竜送ってた？竜送りました。やんな。で、俺その直前で手前におったの。はいはいはい、え、え、その向こう側におって、そうや、入り口がなんかあるから。竜出てるやん。こちゃんってなって聞いたら、え、多分その竜やったら多分本気持ちちゃうかなってなって。うわ、運用。すごっ。竜偉大やな。なあ、これ結構竜バクチー的な感じでね。島さん、あの、置いた場所から10メートルしか動いてない。え、僕そこで降りました。アナイベスさんの隣。最悪。アナイベスさんの隣に降りて。お前何してんの。で、ハーバー行くままやって、ちょっと遠いなってなって。こっちで。リチャードとまさかの小島が出会ったってことは、これリチャくんなんじゃない。あ、そうになって。これもう、え、リチャード、まさかと小島が出会った。え、ちょっと待って、めっちゃ嫌な予感してきた。ポッター、ポッター、顔パッと喋ってる。東京タワー、
撮ったのを撮るんですよ、一番最初に。うん、で東京タワーって最近 YouTube ショートを撮ってて、うん、俺が東京タワーっていう動きでしたでしょ。だから東京タワー送ったらポートタワー、はい、東京タワー、東京タワーだ、東京タワーだってことは東京だ、ここは。はい、神戸です。神戸でした、ポートタワーでした。神戸で企画やります。ちゃんとそこまで伏線が張られてたこと。ああ、いい、あと、いや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 、気づきました。いや、え、そこまで考えるやつおる。いや、タワー送ってきたらもうあのタワーへ。そこまで考えて俺はあのボケもしてた。あっこでも、はい、東京タワーで、はいはい、いらんかも。その伏線はいつか使えるなっていう。いらん伏線やな、別に。じゃあ一旦とりあえずパンダ館見に行くか。今すぐしよう。あ、もうそこや、すぐそこや。めっちゃいいの感じてきた。南京町かな。いや、近すぎるよな、南京町でも。そこでパンダ送ってくるかなって思って、やったら中国の国旗とか送ってきそうやなって思ったから。タワーが3本来た。いや、もう絶対タワー行った方が出会えるねんな、多分これ3人。あ、今多分タワーにいるっぽい。3本送ってきたから。リチャード、まさかだと。佐野と俺。いや、佐野とだけでも出会いたいの。じゃあ、え、じゃあ佐野が動物園。とりあえず動物園までは行きますか。3人合流してから一発目に送られてきた絵文字が赤いタワー3つなのが怖すぎる。パンダ3つでいいやん、動物園で合流したなら。あったかいコーヒーでも買ってさ、座っとこうや。でもお腹空いてんな俺。何ですか。ん、何ですか。山から降りてきたから。小池、そんなお腹減ってる。ミルクレッパー。うわ、ちょっと待って、マジか。めっちゃ焦ってきた俺。こんなはずじゃなかった。あっち向かった方がよかったんかな。残り1時間。いや、まだ最悪こっちで見つからんかったらいける。あっちも合流できる気する。戻って最悪。ただ走るけどね。え、もうそれ覚悟やけど。違う用紙送ってみるか。俺がアシカとか送ってみる。アシカ送った俺今。アシカ、これ水族館やと思うことない。ミスった俺今。送るクマとか送ってなかった。俺ミスって。なんで今俺アシカ送ったやろ。え、もっと絶対動物園おるやつの方がよかったやんな。でかっ。そこ後ろに。お、顔を言うたの。リちゃんもたまにああやって泣くときある。キレてるとき、ああいう声出るときある。リちゃん足かないよ。あ、リちゃん今思ったけど、そういう意味では、うん、出会ったようなもん。俺もじゃあリちゃんと。どうで、あ、今アザラシの絵文字が。え、動物園行ってんじゃん。あるな、 100% そうだな。でも動物園にアザラシっておる。おるおる、すまん。あ、おるんすか。おるおる、おじにはおる。おじ動物園、いや、おじ動物園はちゃんと行ったことないからあんま分からへんけど、最低動物園にはおるよ。あ、そうなんすね。うん、アザラシかアシカかなんか送ってきた、せいやくんが。これもう3人同時に送ってくるから、一個の絵文字で送ってくるのは絶対せいやくんやから。ちょっともう一回パンダ送ります。合ってんのか。俺がパンダ送って、うん、合流した3人が王子動物園で合流してるなら、うん、OK とか、うん、何かヒントくれるはずなんで、パンダ送信します。パンダ、パンダ、ちょっとやっぱパンダにおるってこと。え、ちょ、わけわからんねんけど。いや、おるんか。え、まさか中南京町でパンダ送ってきてないよな。そんなアホなことせえへんよな。中国やろ、だとしたら。アホすぎるもんな、それでパンダって。あ、ジャイアントパンダタンタン体調管理だよ、透明だから彼女中心。リアルだと見れへん。でもパンダ館はここやねん。この辺におる。すいません、王子動物園って向こうの方でやってます。
その道、10分か15分ぐらい。あ、了解です。行けると思う。ありがとうございます。ちなみになんですけど、王子動物園に赤い塔、タワーみたいなのって建ってたりします？赤い。全然、ありがとうございます。と言った王子動物園向かっています。はい、はい。よしよしよし。王子動物園までは、その道を右に進んでったら、あと10分、15分ぐらい。やけど、王子動物園に、この3人が送ってきてる赤い塔は、ないと。でもないよな、ポートタワーでオープニング撮って、ポートタワーで合流するなんて、そんなイージーな、バカみたいなこと、するはずないからな、3人が。うわ、近っ。ポートタワー。まあ、ソロ墓地やで。あ、ほら、見えてきゃ見えてきゃ。あ、ほんまほんま。なるほどね。あれあれ。タワー以外。結局、タワーに行かれるんですよ。もうだって最初の集合場所で集まってエンディング撮れたらもう最高じゃないですか。おー、確かにね。え、僕ら的にありますか。それは知らんわ。そういうつもりで言ってない。それは知らんわ。5分だったから俺ゾウ送ってみるわ。ゾウ送った。パンダ以外のヒントが欲しい。ほんで、せいやくんからゾウが送られてきた。お、動物園の方に向かってるはずや。また俺らや。また俺とせいやくんが一人ずつの今回のゲームでも取り残されてる。出会いたい。あと50分ぐらいで感動を味わいたい。ちょっともうパンダ連打しますね。5分に1匹パンダ送ります。あ、またパンダ来た。うわ、もう誰これ。もうって王子動物園おるのかな、ほんまに。パンダ、うっとうしになってきてる。絶対にこっちに来るべきやねん。いや、そうやね、うん。パンダ、俺がでもゾウ送ってんの意味分かってるよね。パンダイライラ×って文字送る。あ、いや、確かに3人やができる技や。パンダやめようっていう一個犠牲にしてる。そう、送ります。パンダイライラ×ゴー。絶対ポートタワーやろ、ほんまに。3ポートタワーおんねんからな。おう、これでポートタワーって気づけへんのもおかしいし。いや、気づいてるやろ。だからね、多分来いよやろな。じゃろな。いや、なんか看板とかあってもいいっすよね。王子動物園なら、この近くにあるなら。うわぁ、きついって。なんかパンダ怒る×パンダじゃねえよってきた。 え、王子動物園じゃねえってこと。じゃあちょっと待って、わからんって。赤いタワー3つ。なんであんなパンダ送ってきてたんじゃ。はぁっていう絵文字を送ります。あー、地図ある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 。今ここで、あ、王子動物園。え、これの向こう側が正面か、多分。やばい、残り50分あって。いや、これ俺どうした方がいいと思うねんな。ん？あ、パンダダメみたいな。パンダダメみたいなやつ来た。もうえってみたいな感じなんかな。いや、ちょ、移動しよう。移動しよう。全然動物園探索してないけど。楽しめてないです。いや、全然楽しめてないよ。でももう出会うこと最優先やからさ。おかしいわ。ちょ、コーヒー待ってる間にいろんな展開が繰り広げられてるわ。あるな、うん、まずパンダイライラ、ペケペケ怒って、パンダやめて、はい、それに対して来たのが、なんで分かってくれへんの。誰やねんこれ、こんなんに使うなよ。看板、400m 先左で王子動物園。ついにだ、パンダいる、パンダいるやん、ほんまや、絶対ここや。
3人はちゃうくても聖夜くん探す、そんな遠く行ってないろ。わかった、王子動物園や。王子の絵文字送ろう。おあ、ここ王子動物園や。来たことある？あります。あれもういきなりパンダやん。次王子様が来た。王冠かぶったね。でも心当たりあんねん。俺ちょっとあるのが、あの南京町の中に、うん、こうあのまあ王冠じゃないけど、あの、うん、中国の中華っぽい感じの帽子、うん、かぶってる男の子が2人組ぐらいがおる気すんねん、うん、それちゃうかなっていう。なるほどな。パンダってずっと送ってた人がついにここに来て、うん、展開加えてくれたんかみたいな。いやすぎ。あと2分帰ってこ。リチャードは来てないの？ずっと気になってたけど。可能性がある、可能性があるぞ。これやでっかい。来た。はい、またパンダが来ました。永遠にパンダの人おるやん、マジで。動けよ。動けないよな。お前が言うなよ。違う、俺はもうちゃんと作戦あっての動きよ。まあまあ結果でもそうです。結果出してるからな。言うてお前らそんな動いてないからな。マジで偶然やと思う。自然とハグしたもんな。あれは運命やな。